皆さんこんにちは。週刊手帳術の著者海野隆です。今日の雑貨はですね、隙間時間にやること、そんな話をするんですけど、昨日というか前回です、ブロック時間みたいな、そういう話もしたんですけど、それと結構似たり寄ったり話です。隙間時間にやることを決めましょうって、手帳術でいうとかなりこう、オーソドックスというか、セオリーというか、誰もが、そこの話題に触れることはあるんですけど、ちなみに私、隙間時間にやることを、決めてますかという話をしている、するんだとすると、してませんというか、決めてませんっていう、決めませんっていう、私、決めません。というのも、隙間時間にやることが、ストックしていて、で、それがこう、終わったら消し込まれるとか、そういう考え方じゃなくて、そもそも、もう、隙間時間があったら、本を読むというふうに決めているんです。だから、決めますって話じゃなくて、決まっていますって話。なんですよ。これには、ね、ちょっといろいろ理由があって、一番大きい理由は、とにかく、隙間時間がなかったらそれってどうなっちゃうんですかっていう、そこのところに考えがいっているかという、そこのところにつきます。隙間時間が、今日はキチキチでしたって言ってなかったときに、じゃあ、その、隙間時間にやろうと思ってたことはどこに行くんですか？で、それが、こう、その時は隙間時間にやればいいと思ってたんでしょうけど、明日やろうとしたらもうその日が締め切りですってなったら、それは今度、タスクとかスケジュールの中に入れなきゃいけない。なんかそういう事態に陥るぐらいだったら、私の場合だったら、花から予定に入れていけばいいじゃないですか。もうこれはやるっていうことにしとかないといけない。空いた時間にやっとこうとかっていう、そういう問題じゃなくて、常にやらなきゃいけないことだとしたら、もうそれはタスクです。電話一本だろうが、書類を一枚書くとかっていうことであっても、もうそれは必要なことであるタスクなんで、やらなきゃいけない。だから、空いた時間じゃなくて、ちゃんとスケジュールに突っ込まなきゃいけない。そこになるわけです。なので、とにもかくにも、やらなきゃいけない、タスクだったら、隙間時間は関係ない。いうこと。で、もう一つは、仮に、ね、隙間時間にこうやることを決めたとしても、今度、それを、じゃあ、どれから手をつけようかみたいな、そんな話にもなりかねない気がするんです。なので、さっきの一番目のね、やらなきゃいけないタスクだったら全部、スケジュールとして、振り分けないといけないと思うんですけど。だからといって、じゃあ全く私もその隙間時間が、ないわけじゃないんですけど。ただ、どれにしようかな、みたいな。そういうことで悩むくらいだったら、もうやることを一つに決めていて、で、それをこう、迷いもせずやった方がいいと思うんです。だから手帳見てとか、なんちゃらその隙間時間リストみたいなのを見て、どれにしようかな、みたいな。そういう考え方っていうのも、考え方の一つとしてはあるんでしょうけど、ただ、いつやるかわからないとか、どれにしようかわからないとか、場合によってはなんですけども、ちょっと、やりたくないなっていうことを隙間時間に入れといて、で、入れとくと、都合のいいというか、やりやすいものからやり始めちゃうとか、そういうことになりかねない。なんか、選択するっていう余地を与えただけで、迷いが生じるぐらいだったら、もうやることはきちんと決めといた方がいいんじゃないか、というふうに私は思います。ということで、隙間時間にやることというのは、私は決めません。決めています。決まってます。そういうふうに。思うわけです。ということで。一つの考え方ではあるんですけど、ただ、なかったらどうするかということと、あって迷いませんかっていう、きちんとこう
解決しておいて、まあ、あのリストにするならするというふうにした方がいいんじゃないかなというふうに私は思います。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。